でも MC 了解をして MC の了解してしまった。何？はい、太田です。今回はトップ5に惜しくも乗らなかったクリップとすごいクリップを紹介していきたいと思います。もうこれ強いよ、これすごい。1,2,3 のパンチ、猛ご飯をパンチ。これもすごいっすよ。ダベルキャスリーマン、何を今のは。これね、敵と平行移動で歩いてきた、はい、チンパンジーが動物園から脱出してきたよ。チンパンジー、はい、これすごい。あ、これやばい、やばいで、やばいやばいやばい。おお、やってるか。これはね、5位でもよかった。5位でもよかった。うん、これは1,2,3,4。はい、 AME 綺麗やな。どんくらい？上原の万個ぐらい。笑い方キモくね、これ。キモたまれるさ。これがもうね、普通のね、切るかと思いきや壁抜きなんや。震えたよ。震えるやん。震えますね。どんくらい？上原愛の初期微動か。おもんない。次行きましょう。これは何やったかな。あー、これは俺が昔取ったクリップだ。おぱしさんからの招待を無視したクリップでした。なんぞ初めてした。詳しくは概要欄で。はい。これはね、おもろいよ。クランタグを見てみてください。クランタグ見えないな。おおおおった。エンブレムも見てください。まさか。あー、なんかいる。なんかいるよ。ああ、出ますね、よくも。ここは強いよ、この人。あ、この人ね、使用量が低いんよ。深夜2時にお母さんにバレないようにゲームしとった絶対。でもこれすごい、マジでダイナミックプレイにとって、まあ、一瞬でも目そらしたら終わるからな。1,2,3。パワラツでこれってすごいですよね。わかやったことないんでわかんないですけど、自分はどんくらいかっていうと、はい、内村航平が内村航平がくらい。だ、はい、1,2、おお、マジ、おこれやばい。これで実質1位よ。実質1位ですか。あ、じゃあ5位以内に入ってもよかったんじゃないですか。おい、それを言うな。おー、こっから先危ないぞ。